インターネットに音からつながる時代始まりました。なんかさ、すごい人集まってない？スマホ持って集まってるけど、何なんだろうこれ。なんかイベントとかじゃないか。なんかアイドルが来てるとかさ。スマホゲームとかじゃないの？なんかアイテムあるみたいな。こうカメラでさ、こう映したら、なんもねえわ。これ何やってるんですか？あ、うるさい。ごめんなさい。もしもし、A じゃないかですか？これって知ってますか？さあ、今からですね、ものすごいアプリをご紹介させていただきます、ぜひ番組を見ている企業の方、イベント関係の方、ご注目ください。さあ、ご紹介するのは AR というアプリなんですが、平子さん、はい、これ普段気になるあのウェブサイトにアクセスするとき、はい、どうやって調べてますか？いや、まあ単純に検索ですね。ですよね、はい、まあまあそうやって知りたいことは検索しますよね、文字を打ち込んで、まあ、あとは最近でしたら QR コードとかあったりしますよね。この AR はなんと音で気になるウェブサイトにアクセスできるアプリなんです。どういうことなのか詳しく解説していきましょう。株式会社アジルコアから石川舞さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな音でこうアプリが反応するんでしょうか？AR のアプリというのはですね、弊社が AR コードと呼んでいる特殊な音声コードが含まれた音源に対して反応します、はい、でこの AR コードは何かって言います と、ですね、皮下聴音といって大体 16kHz から 20kHz というですね、非常に高い帯域の音を使っていまして、人の耳にはそのままですと聞こえにくいという特徴があります。人には聞こえにくい音っていうことは、街をこう歩いてる人とか、まあ、集まってる人たちに対してどうやってその音を知らせることができるんでしょうか？こちらのようなですね、オン AR というステッカーを弊社でご用意しておりまして、こちらにですね、サービスの内容を書き込んで、展開する場所に置いていただくことで、まずここで特殊な音が流れているよということと、あとは音声をキャッチした時にどんなサービスが受け取られるのかということを、皆様に告知します。この AR の特殊な音っていうのは他の音と混ぜて使うことができちゃうってことですね。はい、そうですね。まあ、どんな音をこの AR がキャッチするのか実際に見せていただきましょう、で先ほどの AR ステッカーが貼ってあるところでは、まあ、音が流れてるっていうことでしたね、まあ、これステッカーが貼ってある場所来ました。でこのポップがあるということは何かここは特別な場所なわけですよね、いきますよ、はい、お、どうなりました？さあ出ました。おお、A じゃないか別高密式ホームページに飛びました。飛びましたよね。このミュージックあるじゃん、はい、このミュージックの中にこのメッセージが入ってる。そういうことなんです。いやー分かったの、すげえ。なんでこんな簡単に行えるんですか？今この流れていたあの音楽にはですね、AR アプリじゃないとキャッチできないような音が組み込まれていまして、この組み込まれている音にはですね、あらかじめこの飛び先のウェブサイトの URL というものが紐付けられています。なるほど、はい、でそこからもう一回タップしていただくと AR アプリからアクセスした人だけが楽しめるような特別なウェブサイトに飛ぶことができるというわけです。なるほど。ではですね、もう一パターン別の音もご用意しましたので、そちらもやってみましょう。はい、どうですか水は？まあ俺は全然やりやすいし、俺と坂井の楽屋の会話だ、まあ、こういった音にも実はいかがでしょう。うわもう呼ばれてる。できたですよね。できた。何でもないこんな会話でも音に隠されている音域に AR はしっかりと反応するということですね。ということで、まあ、音が聞こえていればどこにいてもどっち向いていても AR アプリが拾ってくれると、まあ、暗い場所とかでもまあ問題全くないわけですよね。またわざわざ何かを読み込むとかもいらない、何人でも一斉にできる、期間や時間限定でウェブサイトへつながるようにすることもできますんで、今この瞬間ここにいる人だけといったレアな情報も発信することができるわけなんです。イベントの参加特典ですとか、その時その場所にいるということを利用してスタンプラリーを作ってみたりですとか、アイデア次第ですよね、お使いいただけると思います。オンエアールマークのある場所で音を再生、ユーザーはアプリで拾うだけ、いろんな業種の方にこの AR を使って遊んでもらいたいそうです。アイデアも募集しています。
脱出ゲームとか謎解きゲームとかで使えそうですよね。いい感じ、はい、ヒントのサイトにつながるなんていうんですよね。さあ導入方法や音声コードの作成方法なども簡単でございます。サービスの詳しい情報などぜひ一度ウェブサイトでご確認ください。音声コード認識アプリ AR 以上となります。QR コードだと貼れる場所が限られていたりとか、あと一回間違えて戻っちゃって、はい、一回読み込みなきゃいけないみたいな、うん、そういったところがあったりすると思うんですけれども、まあ、これ使うと、とても便利にできるという方法で素晴らしいサービスかなと思います。さあそれでは柴田部長こちらいかがでしょうか。はい、 AR 承認です。おーいただきます。